パリ五輪、ブレーキン男子、3位決定戦、10日、コンコルド広場。中来茂之、22、ダンサー名、茂キックス、は、昨年世界選手権王者のアメリカビクターと対戦。03で敗れ、メダル獲得はならなかった。悔しい敗戦となったが、試合後は笑顔でビクターを称え、観衆の大歓声に手を挙げながら引き上げた。 パリ五輪唯一の新種目となったブレイキン。女子は日本のアミが金メダルで初代女王となり、男子も日本選手団騎手を務めるシゲキックスの高パフォーマンスで日本国内でも大きな盛り上がりを見せたが、一方で SNS では、判定基準がよくわからんかった、見てて楽しい。ただ判定はようわからん、と疑問の声が上がった。シゲキックスは金メダリスト候補として期待されたが、 準決勝では同2位でカナダのフィル・ウィザードと対戦。03で敗れた。スピード感あふれる動きで観衆を魅了した。ただ、詳細ジャッジを見ると、シゲキックスは技術性、完成度、音楽性は評価されたものの、多様性、独創性のポイントでウィザードが大きく上回った。3位決定戦もシゲキックス x は技術性では3ラウンドとも上回ったが、多様性は5分。 独創性、音楽性、完成度でビクターに軍配が上がっていた。SNS 上では、刺激くすか x 勝ってたやろ、との声もあふれた。各配分などはパーセンテージも細かく表示されるが、五輪では初実施ということや、会場の観客の盛り上がりとは違う勝敗も多いことから、なかなか受け入れるのが難しいジャッジが続いた。一次リーグでは日本の王の漢比、19、ダンサー名。 ヒロ10が敗退が決まった中で迎えた第3戦で21、23年世界王者のビクターと対戦。0-2で敗れたが、圧巻のパワームーブを披露。キレキレの回転技を見せつけて、会場の観客を完全に魅了した。ジャッジではテクニックで世界王者を圧倒したヒロテンだったが、音楽との調和やオリジナリティなどで世界王者に軍配が上がった。しかし、 ヒロテンを支持する会場からはジャッジに激しいブーイングが飛ぶほど、会場を支配したのはヒロテンだった。28年ロサンゼルス五輪では実施されないことがすでに決定している。歴史的一歩を刻んだ新競技だが、判定の明快さが今後の課題となりそうだ。